ワイヤークラフトで使う工具について説明します。まずラジオペンチになります。ラジオペンチはこのように先端が細くなっていてギザギザがついているものを使用します。ここに刃がついていますので指やワイヤーを挟むと切れてしまいますのでご注意ください。でこちらがワイヤーを切るためのニッパーになります。でニッパーこのようにね握っていただくとくぼんでいる面と平らな面があります。で握った時にこちらのね平らな面が右を向いた図がこちらになります。でワイヤーを切った時にこちらの平らな方が切り口が尖らずに綺麗に切ることができます。ですので作品の始末をするときはこちらのね平らな方の面が作品側に向くようにしてこうね切ってあげると切り口が尖らずに綺麗に仕上げることができます。ただニッパーによってここがくぼんでいたりするものがあります。でその場合はその分ここのねところがとんがる形に切り口が変わります。でもしですねいろいろこれから作ってみたいなって思われましたらやはりこうね綺麗に切れるニッパーがあると便利ですのでよかったらオンラインショップご覧になってみてください。